白雪姫。俺はゲラルトだ。何か用か？その髪、傷跡、いかめしい顔、全てが完璧だ。何か俺に頼みたいことがあるのか？それともただそうやって褒めちぎりたいだけなのか？褒めるどころか称賛だ。心からの衝動だよ。その危険な瞳、なんて男らしい。もし俺と一夜を共にしたくて口説いているつもりなら残念だが時間の無駄だぞ。一夜を？それじゃダメだ。明るい昼の光でないといい肖像画は描けない。肖像画？その通り。君の絵さ、正面から等身大で背景は最高のトゥサンの風景だ。モデルになってくれ。頼む。もちろんモデル料は十分に支払うよ。断る理由もなさそうだ。あまり時間はかけられんがな。心配いらない。すぐだ。ほんの少し移動するだけでいい。町の外の丘までな。君の理想的な容姿に似合う見事な風景が必要だからな。では行くとするか。アトリエから仕事道具を取ってこなくては。正午に西門でお茶を。宮殿のそばだ。そこから一緒に目的地へ向かえばいい。来たぞ。では行こう。一日で最高の日の光が差す時間までに目的地まで行きたい。コントラストを生かした素晴らしい作品になるぞ。では行こう。芸術には貢献しっぱなしだ。馬を用意しておいた。目的地まで早く行けるし、着くまでに疲れない。私の作品、荒野を飛ぶキジバトは公爵邸に飾られているんだ。俺が倒したコカトリスも飾られているぞ。腹にはキジバトが詰まってるかもな。コカトリスの羽でできた絵筆を使っていたこともあるよ。テンペラ絵の具には最高の筆だったな。でも残念ながらもうないんだ。うちのバカ猫が持って行ってしまってね。猫が筆を盗んでどうするんだ？そりゃ絵を描くんだろう。それに普通の筆じゃなく、まさに夢のような筆だ。しかも途方もなく値が張る一品だ。待ってくれ。絵を描く猫だって？あれを絵と呼べるならね。うまい画家の絵を真似ているだけさ。本物の足元にも及ばない。猫が？そうだ、ピエール・オーギュスト・マスタシロワ。聞いたことない名前だろう。当然さ、二流の絵描きだからな。しかも泥棒だ。ここからは歩いていこう。高貴な紳士淑女の皆様方、お邪魔しまして恐縮ですが、この辺りに絵の具と絵筆があったのをご存知ありませんか？友人にこの者が何か物欲しそうにしているぞ。私の絵の具と絵筆でございます。私が買い求めたものでここにあったはずです。私たちは誰も道具など見かけていませんよ。それは確かです。何かあったのか？なあ、大きな問題があったとも。絵の具がなくちゃ絵が描けない。もうおしまいだ。ただ君が見つけてくれれば別だが。代わりの絵の具を持ってないのか？それじゃ何か絵の具の代わりになるものは？何を言うんだ。まさか動物のように木炭か何かで殴り書きをしろというのか？まったく。確かにここに置いたのか？そう、まさにそこだ。全ての準備をしてすぐ使えるように整理して並べてあった。斜面を転がり落ちたか何かしたんだろう。わかった、辺りを探してみよう。自然が芸術を真似ているんだ。絵の具がこぼれている。テレピンの匂いがすごい。あら、そうよね。あの花、ラックジュベルのお芝居を見て。はっきりしない足跡だ。
こっちにも絵の具の跡だ。こっちにもシミだ。いい手がかりになりそうだ。見たところ傷んでいない。これならあの画家も使えるだろう。道具を見つけたぞ。素晴らしい。どこにあったんだ。それにこれだけか。もっとたくさんあったんだが。放っておかないで大事に持ってるべきだったな。絵の具の跡をたどっていったらネッカーの巣があった。奴らが絵の具を盗んでいったらしい。洞窟の壁に壁画を描いていた。見たところなんというか戦いの光景を描いたような絵だった。バカな。絵の具を壁にぶちまけただけだろう。くだらない。とにかく最低限必要な色が見つかって助かった。始めようか。もっといい場所を見つけておいたんだ。天気に関しては素晴らしい幸運に恵まれたな。光の具合は申し分ない。完璧だ。傑作を描くのは時間がかかるのか。たったの6時間ほどだ。それより長くかかると太陽が沈んでしまう。でも長くは感じないはずだ。おしゃべりをしてる間に。それより冷薬を飲ませてくれ。休眠状態だと体感時間はあっという間に過ぎるし、おしゃべりに付き合う必要もない。ダメダメ。表情や姿勢は今の状態でないとダメなんだ。体に活力がみなぎり、瞳には生命の炎がないと眠ってる姿なんてとんでもない。そう固いこと言うなよ。荒野に横たわる気絶したウィッチャーを描けばいいだろう。冗談か。ウィッチャーが冗談を言うとは。ダウド・ローチ。
この場所か。そうだ、素晴らしい景色だろう。名画の背景としてこれ以上は望めない。まあ綺麗だな。さあポーズを頼む。どんな姿で後世に残りたいか決めてくれ。わかった、考えてみよう。準備は万端だ。始めようか。どんなポーズにするか決まったか？ただ立ってるのはどうだ？剣を手に持って。素晴らしい。英雄のポーズだな。それがいい。勇敢な戦士が剣を高く掲げる。今にもそうだな。あの柳の木に突進しそうな感じがいい。後でグリフィンを描き足そう。では始めようか。それとも他のポーズの方がいいかな？他のを試させてくれ。横たわったポーズがいい。描かれている間に昼寝ができるしな。英雄の休息か。横向きに寝そべり、肘をついた手を枕に。遠くを眺めながら勝利の瞬間を思い出している。後でグリフィンの下絵を描き加えよう。ただしもちろん昼寝は論外だぞ。それはさっき話した通りだ。では始めようか。それとも動きのあるポーズに変えるか。他のを試させてくれ。馬に乗った姿はどうだ？ローチの姿も後世に残す価値はあると思うからな。騎馬像か。それはいい。でも馬は私のアレクサンダーを使おう。ポーズを取る訓練をしてある。あとで切り倒されたグリフィンを書き加えよう。さあ誇らしさあふれる表情で顔を上げて堂々と胸を張ってくれ。膝を曲げずに足を伸ばせ。ああ、うまめ、私の声が聞こえてないのか。始めようか。それとも別のポーズにするか。始めてくれ。さて、私が最初に君にモデルを頼んだ時のあの顔が欲しいな。もう一度見せてくれないか。まるでイカれる野生の羊が頭突きをする前のようなしかめ面だ。それだよ、最高だ。そのまま動かないで。まだかかりそうか。もうすぐ終わりだ。あと少しさ。時期に太陽が沈むからな。頭を動かさないでほしい。そのまま止まっていてくれ。ああ、分かった。画家の言葉は信用できないってことも分かった。グリフィンだ。ああ、そうだな。後で書き加えろ。神よ、グリフィンだ。逃げろ、急げ。助けて、ママ。ああ、出てこい。誰もここに来ようとしないのは納得だ。なんせここはグリフィンの狩り場だ。死ぬほど怖かったよ。そうは言うが、実際生きている。モデルにウィッチャーを選んでよかったな。絵はどうだ？そっちも無事か？無事だ。だが今は見せられない。
未完成の作品は誰にも見せないんだ。明日の午後ならいつでも見せてあげよう。最初にあった場所でな、市場に展示しようと思うんだ。恐ろしい怪物だな。こいつも絵の中に入れてやるべきかな。そうだな、書き加えるといい。死体も小道具になるだろう。面白い色使いだな。それにこの質感、これはいい、これはいいぞ。だが描くのは後でいい。世界最大の百科事典に素晴らしい挿絵が載っている。この死体はちょっと切り刻まれすぎてるからな。さあ、残念だがこの辺にしておくか。後で細かい部分を書き込もう。暗くなっていく中で粘っても仕方がない。いろいろと世話になった代金だ。命まで救ってくれてありがとう。私を救うことは君の肖像画を救うことだ。後世に残す君の姿をね。いや、ゲラルト、どうだい。モデルとしてこの絵を気に入ってくれたかな。思っていた通りの絵ではないな。服は一枚も脱がずにポーズをとったはずだ。それだけははっきり覚えてる。記憶と違いすぎるぞ。実物以上にいい姿に描いたのさ。絵の前には人だかりができて、人々の興味を引きつけ続けている。そのようだな。とにかく今後のために忠告するぞ。モデルにはどんな絵を描くつもりか前もって言っておけ。俺のように許してくれない奴もいるだろう。気に入らなかったのか。残念だ。もしよければこの絵を買わないか。君になら喜んで譲るよ。特別価格でね。いいとも、面白い記念になりそうだ。安い買い物とは言えないがな。はあ、私の技術を理解できる高い教養の持ち主は少ないんだ。その結果、食事にありつけないこともよくあってね。なるほど。少なくとも俺が持っていれば誰に見せるかを選べる。いただくよ。あのウィッチャー、なかなかいい男ね。